結局、こういうことがヘイトを蔓延させる。動画をご覧いただきましてありがとうございます。慎長下でございます。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、ここのところですね、何回か、前回でしたっけ、お話したんですけれども、えー、私の動画は消されるかもしれないということで、えー、動画をアップさせていただきました、えー。それはですね、私の動画の一つがですね、えー、ヘイト動画というふうにまあ見なされてですね、えー、それがまあ削除されたと。 で、これはあの、1回だとチャンネルなりはか、あの、削除されないんですけども、3回になると、まあ、その、削除されるということなんで、えー、まあ、私はあの、同様な動画をいくつも上げてますんで、えー、この、その、動画が削除されたということは、他も、当たる可能性があるということで、えー、まあ、もうそろそろ、もしかしたら削除されるかもしれないということで、えー、まあ、その、前回そういうような動画を上げたんですね。 でですねちょっと今回、そういうお話をしたいなと思うんですけど、私はですねその韓国なり在日コリアンを批判的にまあする動画をいくつか上げてるんですけども、あの私はあの韓国と、まあ、日本と韓国というのは仲良くするべきだと思っている、それを阻害している要因は何かというと、韓国の反日教育なんですね、韓国が反日をするから日韓関係は良くならない。 これまではよく日本側に問題があるとよく言われたんですね、日本が真摯に謝罪しないからと、そんなことは全くのデタラメでたらめで、日韓関係を改善しようと思うんだったら、韓国側が反日教育をやめて、反日は国税というような雰囲気を作ることをやめるべきだと、彼らの反日行動が日本人の中に嫌韓意識を育てるんだよという話をしたんですね、でこれはまあ全く間違ってないというか、私は非常に正しいことだと思っているわけですよ。 でですねただ、日本の中においてはそうじゃない、日本が悪いんだっていうのあの人もですね根強くまあいて、ですねまあそれがいわゆるせめぎ合っているという状況なんですけども、実はこういうような人たちっていうのがヘイトを蔓延してるんだということをお話したいなと思うんですね。 実はですねあの、まあ、いわゆるネット右翼と言われている人たちていうのは、私にはよくわからないんですけど、インターネットでまあ右寄りの発言する人はみんなネット欲なのかと、別に右寄りの発言自体は悪いことじゃないんですけど、どうやらそういうことを批判している人は、ネット欲イコールヘイトだというふうに思ってるんですね、彼らの頭の中は、韓国や在日コリアンを批判的に言うことは、いわゆるヘイトなんですね、そのくせ、韓国人が日本に対して日本が歴史を偽造、捏造しているということはヘイトではないんですよね。 私たちが、あその、私なんかもそうですけど、韓国は嘘をついてる。韓国人は嘘つきであると。それを根拠を挙げて言ってもですね、これはヘイトなんですよ。だけど彼らが日本が歴史を偽造してる。日本というのは歴史を捏造してる。これは捏造偽造っていうのは嘘をついてることですからね。と言ってもヘイトではないんですね。で、私はね、これは非常にアンフェアな評価だと思うんですよ。アンフェアな評価。 えっとですねちょっと話は違うんですけども、政治というものっていうのは何が必要かというと、公平であり公正であることが必要なんですね。公平、公正という。平等であって、で正しいことっていうのがまあ重要なわけですよ。 でこれがないとする国民がですね、まあ、いわゆる政治不信に陥るわけですね、あの正しいことと、まあ、平等であることっていうのはあ必要なわけですけど、実はこれはどうするかっていうのはかなり難しいんですね。で例えば、あ年収200万の人と、年収2000万の人がいる。で、年収200万の人から、例えば20万円、10%ですね、税金を取ったとする。で、そうすると彼らは使えるのは180万になるわけですね。同様に年収2000万の人がいる。 年収2000万の人を、まあ、ああ、10%だから200万税金を取ります。年収200万の人よりも10倍払ってるんだからこれ平等でしょうと。これは一つの観点として平等です。だけど、こういうのっていうのはあまり平等だって見なされないんですね。じゃあもうちょっと2000万の人からもうちょっと税金をもとってもいいんじゃねえのっていう考え方があるわけですよね。で、どれが、どういうルールを作っても必ずその、ね、不満は出るんですよ。 だからその不満をできる限り抑えなければいけないんですね。で、これが政治の要諦なんですけど、現在行われてるですね、いわゆるその保守系の人たち、韓国やですね、在日コリアンなりに対してですね、批判的な動画に対してですね、行われてることっていうのはですね、非常に不公平だと思う。昔はもっとひどくてですね、あの、例えば2002年に、あの、ワールドカップがあった。まあ、最近もありましたけども、当時は日本と韓国は共済があったんですね。 で、この日韓の共催の時に気持ち悪いぐらいの日韓友好、日韓友好っていうことがやられてたんですね。いろんなテレビ番組とか、まあ、いろんなイベントでやられてた。本当に気持ち悪いぐらい。ワールドカップをやってですね。まあ、日本もベスト16行ったんですけど、韓国がベスト4まで行ったんですね。ただその中身がですね、非常に問題があるような勝ち方をしていて、まあいわゆる八王朝じゃないかって言われるような勝ち方をした。 私はまあサッカーを見るのが好きなんで、よく見てる私から言うと、八百長はあったんではないかと思います、もちろん証拠はないんですけど。そこでですね、日本のテレビ局は本当に気持ち悪いぐらいのですね、日韓友好というのを訴えるんですね、韓国すごい、韓国すごいと。で、これっておかしくねえかと、なんで誰も言わないのと。 なんでテレビ出てるね、そういう人たちっていうのは、その、まあ、キャスターにしろね、解説者にしろ、まあ、ゲストにしろ、まあ、みんな言わないんですよ。みんなは韓国すごいね、と。ね、まあ、確かにあの、別荘まで行くのってすごいことですよ。でも、それが八王長だったら、これまた話は別じゃないですか。で、もちろん、すごいという日本人がいても全然構わないわけです。でも、中には、これ変じゃねっていう人がいてもいいわけじゃないですか。というより、いて当たり前なんですよ。おかしい判定がたくさんあるんだから。 で、私は知ってる限りにおいて、その時にですね、まあ、そういう声を上げたのは、あお亡くなりになった飯島愛さんですね、えー、まあ、タレントの。この飯島愛さんが、これなんかおかしいよと、なんでみんな黙ってんのっていうふうに言ったのを記憶しています。もしかしたら私が見てないところで他に言ってたのかもしれませんし、まあ、そういう可能性は十分ありますけど、少なくとも私は、あの、当時はよくテレビ、を、特にあのサッカー好きだからワールドカップのやつ見てたんですけど、非常にこう、おかしかったわけですよ。 で実はですね、まあ、いわゆるその韓国とかを批判するネット欲っていうのが、いわゆるその、まあ、蔓延してきたっていうのは、実はそれがきっかけになっている、つまりテレビだとかっていうのは、真実言わねえじゃんと、ね、それでインターネットを見てみると、まあ、いろいろ韓国のことを批判する話とか出ているということでですね、いわゆるその、まあ、彼らの言うとこのネット欲っていうのが出てきた。 さっきから言いますように、私はネット抑制って存在がいまいちわからないです、ね。インターネットで右寄りの発言をする人っていうのは別に何らおかしいことだと思わない。だけど、いわゆるその韓国とかを、まあ、悪く言う人たちっていうのが出てきたっていうのは、まあ、2002年頃からだと言われてる。つまりですね、無理してですね、そうやってまあ世論を誘導するように、もっと言うとお、韓国の批判をさせないようにしたわけですね。で、その結果どうなったのかっていうと、むしろ韓国との に対して、まあ、不満を持つ層が非常に増えてしまったわけです。つまり言論というのは抑えたらいけないんですね。抑えたらこういうふうに歪んだ形で紛失してしまうわけですよ。私はあのヘイト団体である財特、ねえー、会とかっていうのはです、ね、てあの全く支持しませんどころか積極的に反対しますけれども、彼らのような団体が出てくるのは結局、声を上げてくれるのは彼らみたいな人たちしかいないからなんですよね。だから、 そういうい韓国や在日コリアンの、まあまあ、批判、不満というものをちゃんと吐き出させるような場所を作らなければいけない、で今現在、YouTube であるとか、まあ他のところがやっているような、ですねいわゆるネットのいわゆるその動画を削除するという活動というのは、ですねむしろ逆効果になって、でそれでもっともっと歪んだ形で、いわゆるその韓国なり、在日コリアンなりの批判が噴出することになるでしょう。 で彼らがやってることっていうのは、朝日新聞がいわゆる一生懸命、えー、そのお2002年ワールドカップの前にやってたのの焼き直しに過ぎない、しかもそれをもっと小規模にやってるんですね、であるがゆえに、より立ちが悪い、私たちが考えなければいけない、むしろそういうその意見というのは、しっかり言わせて、そして議論をして、それで説得していくということをやっていかなければいけない。 今現在行われている動画を削除するというような活動というのは、言論封殺であるし、韓国なり在日コリアンなりの批判というものを、より歪んだ形で紛失させることに繋がりかねないと思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またあの下の方にブログ、ツイッター、ラインアドトをつけてありますので、ぜひ登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。